はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。モンスターハンタードスパート、20、始めていきます。はい。今ね、まあ、いきなりなんですが、武器屋さんの、武器屋というかね、武器、防具のね、生産加工場におるんですが、まずちょっとね、この今持ってるハンマーなんですが、ちょっとね、裏でちょっと作っちゃいまして、基本的には動画内で装備とかはね、作るようにはしてたんですが、うっかり忘れていまして、作ってしまいました。これがドスファンゴの、ドスファンゴじゃなくて、ファンゴなのかな？ファンゴの、武器？このブルーヘッドハンマーってのをね、作っちゃったんですよ。うん。これがなかなかね、優秀で、今持ってる武器の中で、ダントツの攻撃力を誇り、黄色切れ味もそこそこ長いので、もう今ではメイン武器として裏ではずっと使っておりました。うん。普通にね、簡単に作れちゃうんですよ、これが。大イノシシの皮と、ファンゴの頭と、大きな骨が、一つ。ね、もう、あと4本ぐらい作れそうですけど、まあ、4本もいりません。はい。で、そうなんですよ。裏でね、鉱石の方、採取しておきました。うん。こちら、バルバロイブレイド、作っちゃおうと思います。ちょっと待ってください、待ってください。違う。こうですね、火炎袋、マカライト鉱石がね、もう本当に出なくても、裏でまた何回かクエスト行って、やっとこさ、13個まで集まりました、もう。おかげで陽光石に限ってはもう23個も持っております。もうそんなにいりません。こいつをね、この、茂国を作ろうと思います。なかなか、やっと体験使えそうですね。あー、これは嬉しいですわ。これ見てください。攻撃力もね、まあ前回というか前、いつだったかちょっと忘れましたが、紹介したんですが、攻撃力も高く、切れ味も長い、もう最強ですね、この、火属性。うん。まあ、そういうのはいいですわ。もう作っちゃおうと思います。うん。作ります。これを、担いでね、今回はクエストに向かいたいと、思います。すぐ装備しますよ、女の。山本源流祭、茂国ですからね、これ。ちょっと見てくる、かっこいいっすね。あ、これはいいわ。これはちょっとまた、強くなった気がしますわ。うん。まあいいか。で、今回行くクエストなんですが、大名ザザミですね。大名ザザミ。前回のパートの終わり際に、その村長さんに、お願いされた、酒場のね、改築するためのね、物資を持ってくる、その集団が、どうやら砂漠で立ち往生していて、大名ザザミがおるから来れないと。うん。で、このままだと干からびてしまうということでね。ほんと引き返せという話なんですけどね。うん。一旦引き返して、また後日来ればいい。うん。どうも、頭の悪い連中らしいです。まあ、それだけ急いでね。
うちの酒場をね、改装してくれよと、仕事熱心な連中だとね、いうふうに捉えて、まあ、助けにというかね、大名ざざみをね、倒して、通れるようにすぐにね、砂漠を、解放して、うちのジャンボ村に来て、ね、仕事してもらいましょう。で、この大樽爆弾をね、村長さんからね、もらったんですよ。その、大名ざざみを行く選別だ、みたいな感じで。だから、これを持っていって、爆破したいと思います。爆破します。あと何がいる？研ぎ石。まあ、大名ざざみはね、まあ今一勝一敗なんでね、イーブンですわ、イーブン。だから、手は抜きませんよ、もう。フル装備でいきますよ、もう。あと何がいるか。これぐらいかな。まあ、調合分はまあいいでしょう。もう回復薬もう10個10個で、大食いマグロも10個持っていくんで、うん。間違いないですね。あ、そうだね。これを忘れちゃいけない。三つずつぐらい持っていきましょう。うん、四つ取っちゃいましたね。うん、いいか。で、あと、調合もね、軽くね、したんですよ。何をしたかな。そう、増強剤ですね。増強剤を作っちゃいました。これが、苦虫と蜂蜜。でできるんですね。うん。で、これが、確かおじいちゃんにもらったのかな、この生命の粉は。それぐらいかな。で、このホットクーラーもね、唐辛子と、氷結晶と、何かで作りました。何だったっけ？苦虫だったっけな。苦虫最強じゃん、じゃあ。うん。まあまあまあ、行きましょうか。ね、そんなん言うてる間にね。オッケー。この、茂国を背負っていきますよ。飯をくれ。お、食っていくよ。食材がね、ちょっと減ってきましたね。じゃあ、温風音と米蒸し。あ、ホクホク鍋いいっすね。ホクホク鍋食いましょうか。カミカミだわ、もう。ホクホク鍋はね、もう、前回もう、すごい体力は上がるわ、もう、スタミナは上がるわ、みたいな。もう、最高の一品なんでね。なんか、落ちまくったけど何今の？はぁ？前と違うじゃん、なんか。効力が違うぞ、前と。はぁ？まあ。材料が悪いのかな？なぜだ？なぜ同じ効果が出ない？同じものを食べているのに。賞味期限的な問題なのかもしれないけど。ペイ村長待ってくれよ。行くぜ、大名鏡。いや、君か。砂漠を通ってやってくるはずの商人たちがまだ到着しないんだよな。知っての通り砂漠で、甲殻種モンスターが暴れ回り、通称牢を塞いじまってるんだ。うんうん。知ってるよ、聞いたよ。前回聞いた。なんとか奴らを追い払わないと、酒場はいつまで経っても改装できない。それは困るな。ってことで俺が今から行くよ。行く。爆弾ももらったし、うん。俺の出番だよな、それは。アイテム？おいおい、唐辛子はもう使っちゃったよ、ホット作るのに。先に言えよ、そういうのは。じゃあ、こちらのね、大名ザザミをね、燃やしてやろうと思います。じゃあ、とっとと行きましょうか。
はい、いきます。まあね、今回はね、いけるでしょ。なんせ武器がね、もう、武器がね、全然違うんですよ、今までのと。この、炎最強の、ね、残白刀をね、もう、何？よ、オイラだ。聞こえてるか？クエストを始める前に、オイラから簡単な助言をさせてもらうぜ。ここまで活躍してもらってクエストに放り出しっぱなしじゃ、村長の沽券に関わるからな。なんか遅くねえか？それ、もう俺クエスト行きまくってるぞ。これまでに君がこなしてきたクエストは全部フリークエストと呼ばれているものだ。ところが、今回のクエストは一味違うぜ。なんせ、これは、急を要する依頼だからな。フリークエストではモンスターの現れる季節が決まっていた。そりゃそうだよな。モンスターにはそれぞれいろんな、生態があるんだから。それに、温暖期は砂漠に入れないっていう原則もある。温度変化がひどすぎて危険だからな。だけど、そういう悠長なことを言っちゃいられない時もあるんだよな、これが。何様だよ。ジャンボ村に向かっている大将は、今現在危険な目に遭っている。のんびりしている暇はないんだ。季節も何も関係ない。とにかく急いでくれ。まあまあまあ、いいよ。まあただ、もし温暖期になんか、正体が砂漠を通ってくるとか、いうことでしょ？逆に言えば。それはもう、もうね、おかしな話だよね、それはね。それと、このクエストにサブターゲットはないってことも忘れちゃダメだ。目標は大名ザザミの狩猟。これに尽きる。この先にも、もしこういう緊急事態が起こった時には、このルールで行かせてもらうからな。なんだよ、ルールって。ルール？わかりました。ルールには従うよ。オイラからの話はそれだけだ。困難なクエストになるだろうが、君ならできると信じてるぜ。それじゃあ、村で会おう。わかったよ。まあね。行っちゃいましょう。村で会おう言うてるんでね。村で会いましょう。うわ、かっこいいっすね、ほんとこれ。何回見てもいいっすわ。どんな攻撃になるんだろう。もう大名ザザミのね、おる場所はね、わかっとるんで。何番？ 9 番だったかな？ 9 番だったから、あれですよね。キャンプのね、井戸から落っこちていきましょうか。そっちの方が早いですね。どう考えても。これやっぱり体力減ってんのかな？なんか減ってそうだな。なんだっけな、あれ。あれなんだっけな、山本源流祭神。晩鐘一祭怪人となせだっけな。ちゃんと覚えておかないとね。そういうのはちゃんと言わんといかんのでね。この最初の一振りでね。さあ。おい、潜ってしまったが。どうした？どうした？え？どこに行ったんですか？一番ですかね？いた。行くぞ。うれ。さあ、残白刀よ。
万象一切怪人となせ、龍神弱化。おっとおっと、こんがり肉を盗まれた。待て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 、おい、あ、違う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 、あ、ちょっと武器に慣れてないぞまだ。よし、ここ、あ、あ、風圧、風圧は、よし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 、あ、そうだ、ため、あ、あれ、ため技ができないぞ。どうしたらいいんだ。あー、と、うん、携帯はいい、携帯とギリシャ許す。あ、あ、もう、ど、何個何個持っていく。あ、待て待て待て、あー、まずいぞ。おお、走れ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 、おお、取り返すな、サンキューサンキュー。あ、全然大丈夫じゃん。ちょっと、ため攻撃ができないな。あ、今の。あ、だから分かったぞ。下だ。スティックを下に倒せばいいんだ。落ち着け。回復薬、応急薬の回しとけ。あー、潜ったぞ。気をつけろ。走れ。よしよしよし。しゃしゃしゃ、よしよし、出てくるぞ。ここ、ああ、じゃあ違う。さあ、あれ違うな、貯めれないぞ、おかしいぞ。はい、ガード、ああ、いい、必要ない。なんかいまいちね、体験の使い方がわからないですね。ダメだ、練習しておくべきでしたね、これは。危ない、落ち着け。そうだ、 V 破壊も狙っていきましょう。 V 破壊もね、ライバルハンターが言うてたんでね、もう一つ、もう少しで V 破壊ができたんだけどな、言うてたんでね。あいつ、あ、できた、だから V 破壊をしたい言うてたんかな。負けてられないんでね、ライバルにはね。よいしょ、あー、しまったな、これ普通にハンマーでくればよかった。しゃ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 、よし。なんでだろう。何が、ガードでしょこれ、ガード。これ。これ。あ、俺、溜めれないわ。ためる、おかしいぞ。どうしたらいい？お、お、いけたいけたいけた。あ、やっぱそうだ。やっぱそうだ。下スティックだ、これは。オッケーオッケー。オッケー。もう、使いこなせます。もう恐れることは何もありません。お待たせしたようだな。食らわしてやるよ。えい！よし！これは村長の分だ！あ、待って、それは聞いてない。あー、なんかガードがあると安心しますね、なんか。戦い方に余裕が出る。あ、しまった。しまった、今飲むタイミングじゃない。あ、走れ。どうした大名と民。よし、出てきたな。おい、またかよ。
ペイントボール当てておきましょう。ペイントボール。ちょっと画面ぐるぐる回してしまい申し訳ない。お、後ろだな、後ろ。ええー。ちょっと待て待て。ああ、ダメだ。当たってないわ、今のは。さあ、出てこいよ。よし。落ち着いていこう、落ち着いていこう。はい。よいしょ。はい、ガード、オッケー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 。ガード。よし。からの、ため。えい。おー、いいっすね、いいっすね。なかなかいい。これはいい。続けて、続けて。邪魔されても続けて。打てる。おーしよ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 し。調子がいいっすよ。はい。あー、もう背中をもっと行きたいんですけどね。背中をもっと積極的に背中を狙っていきたいんですよ。あー、もう、ね、潜っちゃダメだよ。もう走って、よし、移動ですね。どうしましょうか。飲んでおきましょうかね。応急薬はもうすでにありません。うん。